日本青森県青森市、筒美町筒美町は、青森県青森市の地名。現在は1丁目と2丁目がある。2017年5月1日現在の人口は1618人。郵便番号030-0812。反省時代以来、筒美町という地名は存在するが、住居表示実施前後でその範囲は異なる。現在の筒美町は、 青森市中心市街地の東より、堤川の西岸から平和公園通りまでの国道4号を挟むように存在する外区である。北は青柳、東は境町、南は松原、西は橋本に接する。おおむね、一丁目は商店が多く、二丁目は商店が入り混じる住宅地である。かつてこの地域は市内有数の商業地であり、銀行支店が 複数立地していたが、近年それらはすべて周辺の他の店舗に、統配合された。包み橋のバス停が、国道4号沿いに2カ所、青森県道27号青森浪岡線沿いに1カ所の、合計3カ所設けられている。校舎は、筒井方面に向かう便のみが停車する。その他の路線は、国道4号沿いのバス停に停車する。いずれも上屋がかけられている。かつて、ここは、 鉄道省営バス戸和田線、あとに国鉄バス、戸和田北線、及び青森市営バスの中、筒井線等、南方に向かう路線が分岐する要所であった。以前はここを発着点とするバス系統もあったので、市営バス、国鉄バスとも乗車券販売所を設けていたが、現在は市営バスのものだけが残る。この地区には、包見家保、包見の宿と呼ばれた。 中世の港町、宿場町が存在したとも考えられている。江戸時代となり、津軽信平がこの地区の近隣に、青森の港町を作った。漢分年間に入り、この地区も、青森の港町に包摂され、津川端町が建てられた。現在の津町1丁目及び、青柳1.2丁目のうち、津川の川岸近くの区域がそれに相当する。また、 青森の港町内の堤町あるいは堤川端町とは別に堤村という村も明治初年まで存在した。1626年、現在のうとう橋付近の堤川に大橋が架けられたと言われているが、江戸時代中頃までの江津島では橋ではなく渡し船で対岸とをつないでいる。天明年間には橋が架けられていた様子である。ただし、 災害でしばしば流され、掛け替えられていた。毎年夏には、包みお店祭りが行われている。青森ねぶた祭りは、包み町の生誕の田の地区との境界道路で見ることが、できる。ありがとうございます。